感染を切ると感染の4兆候というのがあります。発赤ですね、赤くなり、腫れる、視聴ですね、触るとちょっと熱いですね、ちょっと痛みを感じる、疼痛ですね、この4兆候が現れます。ただ鼻のプロテージの場合は痛みがそんなに強くないことが多いです。なんとなくこう鼻筋がいつもに比べてちょっと太い、横から見ると高いですね。で触るとちょっと少し、まあ、ブヨブヨするというのがあれば基本的に感染と考えてもらって構いません。その場合は手術を受けたクリニックに連絡していただいて、早く診察を受けることをお勧めします。で前のクリニックがなかった場合はその鼻の手術を、まあ、たくさんしているクリニックに連絡して、で早めに診察を受けて、で場合によっては早めに抜いてもらった方がいいと思います。